細川淳二郎から1923年7月20日は、幕末の土佐藩藩氏、明治、大正時代の法制学者、教育者、男尺。陽明枠熊太郎、忌意味川元、ジュースと合した。政治的養殖としては、司法、大輔、貴族院副議長くらいであったが、日本の近代報道入の功績に関しては、江藤新平と並んで高く評価されている。また、 福沢諭吉に、明治新政府に出資する、要最後まで説得に当たった。天保五年、土佐藩に仕える儒者、細川延平の次男として生まれる。藩校で優秀な成績を収め、土佐藩の三機動の一人と謳われた、正木哲馬。幕末の緊張する内外の情勢に関心を持ち、安政元年には長崎に留学して、高島周藩に入門し、閉学。 法術を学んだ。帰京後の安政5年には、判明により江戸の海軍総連署でも勉学に励み、航海術を習得した。また、この時期に中浜万次郎の地遇を得て、英語も合わせて学ぶようになった。帰還後、吉田東洋に、その才覚を認められて、山内陽道の持続及び反抗教授として洋学を教えた。また、 吉田東洋政権の下での反省改革に関わり、松岡自民、福岡皇帝らと共に、土佐藩の新しい藩法である、海南正則、海南律令の返纂に参加する。明治政府に出資して、改正学校権判事を務めた。新聞紙条例、出版条例、戸籍法の起草に参加した。その深い法律知識を見込まれて、民部省に入った。 1870年に平民に名字を許す規定を提案したのは細川である。続いて同省から分離した工部省に移った。明治4年にはサンフランシスコ博覧会の視察を目的にアメリカに渡り、そのまま同国に留学した。帰国後は文部省元老院と移り、柳原咲光、福場義静、中島信幸と共に、 国権取調べ委員に任じられた。ここで彼は法律基礎のエキスパートとしての能力を発揮して、刑法、知財法、陸海軍刑法、日本海令草案、維持法、薬事法基礎の中心人物として活躍した。1876年元老院議官に選ばれ、また、1881年には司法大助となる。1900年5月、勲功によって、 男爵を授けられた。女子役により、貴族院直選議員となり、同年10月20日、近景官志向となった。1893年に、数密顧問官となり、死去までその席にあった。教育者としては、明治初年に、改正学校検判事を務め、その基礎を固めている。女子高等師範学校校長を務める。女子高等師範学校附属女学校。 付属高等学校の同窓会組織で明治24年に設立された桜会の名称は細川によるものである。その後学習委員,委員長心得などを歴任する小緑園の編纂総裁を務めた。新しい印刷、農業技術の紹介などに力を尽くして晩年には文学博士、帝国学士委員会員の称号が贈られた。著作集に10。 須善州前三官がある。妻は西村雄之進の長女、姓、平成新州級家族家計体制によれば四男、四女。長男の一之助が大山岩尾の次女である扶養子を、三男の源三郎が青山幸義の次女である孔子をそれぞれ妻に迎えている。また、三女の茂は黒井定次郎の妻、四女の宿が山岡久間の妻となった。 家督は、長男の一之助が継いだ。一之助は、日清戦争の際、志願兵として、台湾に従軍しながら、病のため欠勤多く、将位となれず、交尾兵役の終わり年に、日露戦争の招集に遭い、陸軍五長を務めた。一之助の後は、婿養子となった、細川忠七が継ぎ、1947年の家族制度廃止を迎えている。ありがとうございます。